明らかにアメリカ産業界に配慮するホワイトハウスの意向に沿った決定だと見ています。洞爺湖サミットでは温室効果ガス半減の共同宣言にブッシュ大統領が賛同したのはほんの1週間前です。 ABC ニュースでは全く違う方向性だとブッシュ大統領の一貫性のなさを批判しています。いやー、任期末期で本当に迷走してますよね、うん、この8年間をじっくり後で検証してほしいと思いますよね。うん、そうですね、まあ、あまりに違うんでね、ちょっとびっくりしておりますが、次に今アメリカの学生たちは夏休みですけれども、こんなことを人たちがいます。スケートボードに乗っているこの2人、大学生のマイクさんとアーサーさん、他の乗り物を使わずにスケートボードだけで旅をする企画を思いつきまして、先月自宅があるシカゴを出発してニューヨークまでのおよそ1400キロに挑戦、35日かかって到着しました。旅の様子を撮影する仲間も自転車で並走。1日進む距離はおよそ50キロ、10時間近く走るので休憩時間はぐったりです。旅の感想を聞いてみました。Roads were nice. Occasionally the drivers were not. They drive very fast and they don't care.You get stressed out with drivers on the road and gas prices, and so I think on a skateboard when you're rolling, you feel really like free and relaxed. 35日間も使って何かをやってみる、若い人の特権だなという感じがいたします。あの友人が撮った映像というのはとても綺麗な映像ですね。そうですね、安定したいい映像でしたね。しかし毎日50キロ走りますね。さあ、お疲れ様。参考にしなきゃいけませんね。はい、さあ、お知らせの後は知って爽快です。